カンガルーライナー SS60 は日本貨物鉄道及び仙台臨海鉄道が運行するコンテナ貨物列車の愛称。編成の大部分を性能運輸が貸し切っており2018年5月9日から営業運転を開始した。この項目では同様に性能運輸が編成の一部を貸し切る貨物列車であるカンガルーライナー NF64 と 運行開始予定のカンガルーライナー TF62 ついても解説する。二酸化炭素の排出量削減や労働力不足の解消を目的としたモーダルシフトの一環として日本貨物鉄道は日本各地の物流会社へ向けて各社専用のコンテナ貨物列車を提案している。その一環として性能運輸が JR 貨物、日本フレートライナー、仙台臨海鉄道など 各社の連携の下で設定したのが、カンガルーライナー SS60 である。大阪府の水田貨物ターミナルと宮城県の仙台港駅の間を結び、福島県の郡山貨物ターミナル駅を経由する。本数は1往復で、日曜日を除いた週6日運行する。編成は牽引する機関車を除いて、コンテナ車20両で構成され、そのうち15両を、 性能運輸が貸し切る形で使用する。11両は、水田貨物ターミナル駅仙台港駅間で運行される一方、4両は、氷山貨物ターミナル駅で切り離される。積載するコンテナは、性能運輸が所有する31フィートの、私有コンテナで、各車両に、最大2個、1列車あたり30個を搭載する。これにより、それまでの大型コンテナ60台分の輸送力を、 カンガルーライナー SS60 で補うことができ、二酸化炭素の排出量を年間最大13,810トン削減することが可能となる。カンガルーライナー SS60 に続き、性能運輸が編成の一部を貸し切る形で運用される貨物列車。名古屋貨物ターミナル駅、福岡貨物ターミナル駅間で1日1往復が運行し、 24両のコンテナ車のうち16両を性能運輸が貸し切ることになっており、1列車あたりのコンテナは31フィートコンテナ、20フィートコンテナの2種類が用いられる。2021年3月26日に出発式が行われ、29日から性能運輸による利用が開始されることになっている。上記に列車に続き、性能運輸が編成の一部を貸し切る形で運用される。 貨物列車。東京貨物ターミナル駅東福山駅間で1日、1往復が設定され、20両編成のうち15両に、性能貨物が所有する31フィート支遊コンテナを合計30個搭載し、残りの5両は一般のコンテナを搭載する。2021年10月5日から運行を始める予定である。性能運輸は一連のカンガルーライナーを筆頭に、 環境対策やトラックドライバーの負担削減を目的としたモーダルシフトを積極的に進めており、その方針が評価され、日本物流団体連合会が主催する第21回物流環境対賞の対象を受賞している。ありがとうございます。